歌います。わ、炎上しよう炎上します。おやすみよな。死ぬんか。見てません。キッチン分けは3人だけど、俺は見てない。俺も見てない。誰だっけ？プテネロ・サカナさん。見てない。で直したな、タップテ。はい、待ってます。うん。貨物、ピカクロスメケン。はい、はい。アーカイブ・トスタケ。はい。メイン・高田一人。エンジン原因。あれ、畑作どこはなんだっけ？宿舎で金庫タスクやってミーティングボタンです。監督が畑作さんと高田さんかな？あと、あれ、ケンさんってどこでしたっけ？エンジン一人です。配線やった後、宿舎金庫。あ、じゃあ逆に言えば、畑さんの金庫キルは否定されるのかってね。あ、でもなってないね。そうですね。メイヤさんと一緒にミーティング登ってキルぐらいですかね、僕はじゃあ。まあ、でも否定はされないっすよ、うん、多分ネロプテはさすがにできんかなって思う。うん、あ、ゲンさんってじゃあエンジンで何にもやらずそのまま金庫、エンジン配線だけやってます。配線やって、あ、宿舎金庫。はい、魚さんのとこまで行ったんですか、それで。ゲンさん見てる。金庫室に入ろうとしてゲンさんを見ていて、そうなんだ、そこなんか宿舎前通路の下の扉前ぐらいまで行けてて、あの武器庫の上のタスクだけ入れて金庫室のタスクに向かおうと思って行っているから、その間に死体はないので。なるほど。うん、あのキッチン脇がメイヤしてないことは把握してるので、まあメインホール脇もしくはエンジンホール脇で降りてこないとおかしくなっちゃうから、ですれ違ってないため、まあネロプテは実時点では弾けるかなと思う。うんうん、メインホールエレクトとかセキュリティキッチンとかで行かないと切れてるから、うん、でもそれだって魚さん視点でゲンさんもちょっときつそうじゃないの。正直キル位置なくね。正直白は100%出せない。出せないけど、まあ比較的白目じゃない。そうそうそう、まあ、ごめんなさい、うん、キッチンさんにはもう結論三白なんだっけ。いや、三白ではないですけど、比較的白目じゃないですか。少なくともプテネロは白置いてほしいけどな、まあそうね、最後見合ってて停電を直してるのは僕で、うん、でキッチン脇3人って言ってて、脇がメイヤさんいないって言ってるから、でプテさんは100無理だね、今の話だと。うん、うん、停電早かったしな、ネロも無理、うん、まあ少なくともエンジンルームキッチンは湧いてないって証明が取れると思うよ、うんうん、だって絶対にクルーが混じってるはずだから。全員なると坂田さんもだいぶ厳しめですよね。ベンさんって金庫でタスクやった？もう入ってふきふきやろうかなぐらいで終わった気がします。あ、じゃあ畑さこってミーティングいつ上がったの？停電開けてる時ぐらい残ってます。ああなる、ああ、じゃあ合わない時。キッチンがいいな、キッチンがいいな。おー、今回停電直しました。ないです。アーカイブ脇貨物で湧いた人の移動最終ルートを聞きたい。ずっと一緒にいるのかいないのか。あ、みんな一緒じゃない。私開幕、給油タスク行って、それで覚えゲータスク行こうと思ったら停電直して開いたら即直ってて、そしたら梅健さんが来た。でそのまま私覚えゲータスクの方行って、覚えゲーを覚えた瞬間でおしまい。アーカイブ空き、シャワーに行って配線タスクして、その後停電を直そうと思ったら昇降機、右にすでに竹尾さんがいて、そこから合流です。なんで、はい、私視点竹尾さんはできなくて、竹尾さん視点は私ができます。ただ私がやるとしたらメイン脇になるので、サントスタクナの2陣がやる。うん、あーもつ組は梅剣視点ピカさんに白が出せて、ピカさん視点梅剣が、できるけど、できる場合はメイヤさんメイン脇でバイタルのとこまで来た時のみになります。うん、多分そうなる。
片バイタルにたどり着いてる場合ってメイン脇ですね。だいたいだから高田剣士が結構だから死人漏れしてるクルーか人外で目殺してる。いや死人漏れは絶対発生しなくないですか、同時脇だから。ああ。やられることがあるぐらいかな、うん、だったら。いや、すりは覚えてないっていうパターン。いや、湧いてない。自信を持って湧いてないって言います。うん、湧いてない。そこはケアしなくていいと思う。誰も湧いてないとこないですよ、ね。何人か湧いてたら、あの、かさまって分かんないはあるけど、多分、タウン湧きだったら見逃さないと思うな。うん、そうですよね。なるほど。だから、握りつぶしですよね、死人はね。絶対どっかで湧いてますもんね。全部湧いてるから。全部湧いてるから、その通り。うん。エンジンメインか、エンジンメイン宿舎か、アーカイブ貨物の人外つながりか。原産ってハタスコって疑ってます？なんとも。他人が私こう切れてないので、魚さんがしかも、あと、あ、すみません、私、魚さんが見えてないんですね。うん、情報はあってはいるんですけど、なんで、なんともです、本当に、私視点では。あの、ハタゲンのなんか人外同士が指定できれば、割と原産に白打てるからいいなと思ってるんだよね。宿舎前鶴脇はエンジンルーム脇で、宿舎前鶴の方に行って切ってるっていう可能性がなきにしもあらず、高田健司筆頭だと思ってるんですけど、魚視点はって感じです。マットではないだけ。原産旗底って合わないと普通なのかな。いや停電速ボタンじゃなかったから、旗底って貼り付きじゃないの確定してるから、うん、そうですね。そうね、そうね。吹き吹きをやりに行こうか。うん、見てねえな。あ、停電勝ち合ったのって誰ですか？魚。ちょっと後で時間ください。はい、どうぞ。ペロちゃんの死人はない、シャワーでプテハシとゲンさん。あ、私も見てます。魚さんゲンはシャワー行ってないっすね。あれ誰か見てない。シャワーか。梅健さんいましたよ。は、はい、僕もいましたね。一応梅健さんもいる。魚はどこで停電かじゃ貨物ってこと？初昇降機右でアーカイブすり抜けて梅健たちがいるところで停電起こる前だね。で、うんうん、俺がシャワー室からアーカイブ行って昇降機右のダウンロードに行こうと思ったから扉左が閉まっていて、それを開けて、ダウンロードしてる最中に停電が起こったから、うん、ダウンロードし終わった後に即死で下降りて、うんうん、ハイデモ前行って最後右で勝ち合ってる。俺が全部直してるんだけど最後右で勝ち合って直ってないから右もう一回押してる、言ってること合ってそうです。合ってるんですか？最初こっち右入ってた。配電盤も合ってる。あの高田さんって魚さんとすれ違いました？メインホール魚と会った記憶があるはず。確か本当ですか？あの、うん、魚さん僕視点完全に消えてるんですけど、メインホールで弁当使ったんじゃないかなと思って、うん、あ、いや、あの、アーカちゃんと上がってますよ。シャワーからアーカイブ、シャワーから来てるの見てる。アーカイブの人は、うん、めっちゃ序盤にあった記憶はあるから多分行ってそうって感じ。超序盤であった記憶がある、うん、魚の次高田さんっていう感じでした多分。そうだと思う、うん、多分俺がねエンジンの場からあのゴミ捨てタスクやってメインホールシャワー室アーカイブ抜けて左扉開けてるっていうタスクを、うん、多分そうないからスルーしてるので。あ、でも情報買ったゲンは、最初エレキアゲアゲです。ゲンキッチン脇で、武器庫、小宮前、エンジン、宿舎、金庫まで行ってて、金庫のさっきやらなかったスクをやってきましたと。で、宿舎入ったぐらいのタイミングで停電が始まって、で、金庫からどなたか出てきたと思うんだよな。それ、ネロちゃんさんかな。だとしたら左になるけど。左、いや、めちゃくちゃ左だと思ってますよ。うん、右はね、死人がない。やって貨物か。やって貨物だった場合、俺だと思ってください。俺貨物の配線のとこいる、うん、あ、梅健さんに白が打てます。はい、
ヤクロス、貨物、ラウンジ、シャワー、メイン、シャワーで戻ってるんですけど、ネロちゃんそのルートでは見てないです、一切。だから、貨物で死んでるんだったら、多分下ルートじゃないと侵入できない。うん、ある。うわーねー、くそ。いやー、押してました。すみません、高田さん。押してた？うん。あ、自分ボタンを？あ、ボタン。自分シェリフです。高田さんに白が打ってる。ピカさんじゃない。梅健さんの情報を持ってて、エレキに3梅ピカがいました。で、私が最後、お二人を残してメインの左まで行けているので、ピカさんからの情報を聞きたいです。置いてってるっていうか、私が一番最初に抜けてるはずですね。どっちかはどう抜けた？あ、違う。さ、サントスさんが先抜けた。私が、その前行ってたのは、停電直すのピカクロスです、今回。宿舎前。まあ、いや、それ見てます。昇降機右側でピカクロスくんが直してるのを僕が確認してるので、来るまでの道中に死体がないから、ピカクロスくんは基本的に今回はできないと思う。ピカさんってどっち、メインシャワーのルートに行ってる？メインシャワーのルートに行ってる。で、昇降機右行って、手で直し。うん。敵入れの容疑者ってゲンさんぐらいしかいなくない？あれ、ゲンさんと僕、貨物脇でゲンさんがアーカイブ行ってるから、そこから抜けてるよね、どっか。アーカイブシャワー、どこ行きましょう。あ、またそれはね、停電最中見てます、ピカクロス。タオルタスクのとこですれ違ってるゲンさんとは。右に私2人ともいないと思ってるんだが。高田さんに確証が出ているので、初手キル洗うと、単独だったらゲンさんしかいなくて、ライン考えるんだったら誰なんだっけ、サントス。サントスかな。あ、でも、高田さん無理なんだっけ。高田さんは今回確証です。シェリフから確証。キャッシュさんのシェリフ信じていいんですか、これ。あー、そこ疑うか。一応僕、ゲンさんから白要素を拾ってたから、ラインを追おうかなって思ってたんだけど、てかの7人番目で乗っ取り追ってたらどっちみち勝率下がるから無理だって思っちゃう。勝てない。ゲンさんあんま勝てなかった。負けでいいと思ってるけど、竹雄さんからピカさんの白が出るんだよね。僕から出る。アーカイブ、アーカイブ昇降機右にはしたいない。サントスさんの最終移動経路が少なすぎるなって印象がしてます。エレキでガシャコンやってるから。あ、であれば私が多分先抜けしてるから、サントス梅剣を置いてって私上がってるはず。あー、そっちの方がいいかな、僕。サントスさんの方がいいです。ゲンさん、僕に殴りかかってきたのと、さっきなんか死人とか少し出してたのと、初手は僕、ゲンさんじゃないと思ってるんです。高田さんからの死人情報を一番初めに出しているので、じゃあ、ゲンサントスで選んでください。サントスさんに入れる。はい。ゲンサントス。ゲンさん切りたいぐらいです。サントスゲン魚で提出、どう？あ、じゃあ、プテさん、ゲンさん来て、プテさん、ゲンさん来て、もうプテさんに託すしかない。まあ、まあ、切ります。じゃあ、エンジン来てください。ボタン押します。あ、そうだね。
おーい、さかなさん。いやー、絶対ケンさんだな、これ。僕、停電直してます、証拠機右で。高田さんと多分、僕って、ミーティングで、魚、高田、竹雄がいて、で、僕と高田さんが下下がって、ケンさんがその時ミーティングに入りそうな感じがあったので、基本的にケンさんだと僕は思ってます。ケンさんから高田さんの死に出るま。いや、これねー、タスク勝利が絶対。あ、ミーティングで PP じゃないことになるしかないか。ね、ゲンさんが人外なので、ゲンさんに入れますけど。あ、そうなの。うん。なんで？いや、ね、鬼木がね、ミーティングルームに宝剣士といるのを確認していって、俺、宝剣士と多分ほぼ並行していってるのね。うん、そうだよね。エンジンですしかったね。ゲンさん決め打ちするしかないか。あ、そうなの。じゃあ、武雄さんっぽいな。ゲンさんめっちゃマットだと思ってたから。いや、でもこれどちらにせよタスク進行がないので、ゲンさんが少なくとも絶対人外だから、ゲンさんに入れます。あれちょっと待って、プテさんって能力こうしてないんだよね。してないよ。だったら鬼木投票の方がよくない？ゲンさんだったら負けちゃうよ。ゲンさんマットだった場合ね。でも基本シェリフが狼に勝つことあります？いる連打して頑張る。そうそう。ゲンさんマットだ。ゲンさんを捉えればいいのか。そう、プテさんがゲンさんをマットだと思ってたら鬼木投票。あ、オッケーオッケー。でゲンさんも鬼木投票してくれれば、ゲンさんがまあクルーだった場合をケアできるから。じゃあ、武雄さんに投票するわ、じゃあ。僕視点は、高田さんがさ、さかなさんと並行して見てたから、さかなさんも全然あるのよ。でも、俺のインポスター否定できるから、マットメイト否定できるから、あ、でもインポスターか、うん。一応ね、俺ね、停電直してたね。停電直して、並行して、高田健士とメインホール、エンジンルーム、宿舎前通路、ミーティングルーム登っていて、で、ボタン連打してるのね。うん。オッケー、それはじゃあ武雄さんに入れるわ。で、初手のあの右で死人隠しが武雄さんの方がありえるからね。これは逃げるので、まあ、うん、頑張ります。ハッカーだった場合は無理なんだけど、うん、まあ、僕は原産入れるけど、原産インポスターをなぜ捨てられるのか。原産がマットメイトじゃないんだったらおにきに入れる。武雄さんもうプテさん入れたんで、どこ入れます？あ、プテさん入れたの？どこ入れます？あ、僕原産に入れるよ。武雄さん私に入れますか？うん、勝負だ。ゲンさん待っとやろ、これ。皆さん頑張ってくれ。いや、とりあえず、事故は無理だよ。お願いします。頑張るね。うん、頑張らないわ、頼らない。オッケーオッケー。いや、これ一番ね、何が怖いって事故が怖いんすよ。今の本当に怖くてね、票が固められなかった場合は、スプリットにできなかった場合はお通夜なので。とは祈るのみだ。うわあ、マジかー。すげえ。すげえ。マジ？ノーズ死んだんだけど。パビ。あいつだ。あいつ。やば、始まった。ナイスナイス。あいつか。じゃん。うわ。素晴らしい。うわ、マジか。あぶな。すげえ。お手洗い行ってきます。はい。はい。熱いノーアイスプテちゃん。すげえ。惜しい。いや、もう7人盤面でゲンさん釣らなかったから、うん、もうよくやったな自分と思って敗 敗北をくそとってたんですけど。どこにいた？一人消えてたんだよね。俺？あ、俺ラウンジのトイレ。プテさん、あ、え、そう？え、ラウンジは分かってたんだけど、プテさんがどこにいるのか分かんなくて。あ、え、自分？うん。自分は一人消えてたの。アップロードとか探しに行ってました。あの武雄さんに巻かれちゃったから。金庫の位置が多分ゲンです。私ベントルコック隠れたんで。ああ、エレキ石油とかだから多分はしごじゃないですか、ワンチャン。エレキメインの消えるんだったら、あ、はしごはね、登ったりアドミンに。さすが降りて登った。石油の通路か。ずーっと連打してたけど、こういう通路ぐらいしかないですよね、今のルールだと。いや、ヒーローだな今の。あーあ、ベッテさん
いやマジかよ。ねえ、いや、惜しかったよね、惜しかった、惜しかった、ナイスナイスナイス。私釣れる世界線も結構あったんで、ギリギリまで結構いろいろ考えた。いや、もうシェリフ、なんかシェリフ勝利諦めてたから、基本、原産釣りかなと思ったけど、魚さんがそういい提案をしてくれました。魚さんの愛席のいや、プテがなんか原産に入れちゃうけど、みたいな、おい、そういうとこだぞと思って。シェリフやろうが、つって。